ダニエル・ノエル・ドリンク・ウォーターは、イングランド・マンチェスター出身のサッカー選手。スユペル・リグ・カスム・パシャ、SK 所属。ポジションは MF。グレーター・マンチェスターのマンチェスターで生まれた、ドリンク・ウォーターは、9歳で、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーに加入した。ユナイテッドの下部組織では、順当に昇格し、2006年7月に、練習生契約を結んだ。契約を結んだ。 最初のシーズンは U-18 のチームではレギュラーとしてプレーし27試合に出場し2ゴールを挙げた。同シーズンにはプレミアリザーブリーグのウィガンアスレティック戦でリッチー・ジョーンズと交代で出場しリザーブチームでも出場機会を得た。翌シーズンはリザーブチームで出場機会を増やす一方で U-18 チームでは不動の地位を築いた。 2008年7月31日に行われたランカシャーシニアカップ決勝のリバプール戦ではロドリゴ・ポセボンと交代で56分から出場し試合終了3分前に決勝ゴールが生まれた試合の勝利に貢献した2008から09シーズンはリザーブチームでレギュラーポジションをつかみ18試合に出場し2ゴールを記録したそのシーズンの終盤には トップチームに呼ばれ、消化試合となっていた2009年5月24日に行われたハルシティ戦に46番を与えられベンチ入りを果たしたが、出場機会は与えられなかった。トップチームでの出場経験を得るため、2008年8月14日に、ハダースフィールドタウンにローンで加入することが決定した。移籍が決定したちょうど翌日に行われた。 サウサンプトン戦に72分から交代で出場し、デビューを果たした。64分から交代で出場し、7から1で勝利したブライトンホーブ・アルビオン戦で初ゴールを記録し、2009年8月22日に行われたブリストロローバーズ戦で初めてスターティングメンバーとして試合に出場した。カーディフ式時代のドリンクウォーター2010年7月8日。 マンチェスター・ユナイテッドとカーディフ・シティはローンでドリンクウォーターが加入することに合意した。カーディフは合意当時に遺跡禁止処分を受けていたため、処分が解け次第遺跡が完了すると、カーディフ側は述べ7月8日に行われたバースシティ戦には出場できなかった。一旦処分が解除されたため、最終的に8月6日に遺跡手続きが完了し、8月8日に行われた シェフィールド・ユナイテッド戦で公式戦デビューを果たした。シーズン終了までのローンの予定であったが、2011年1月25日に、ユナイテッドはドリンクウォーターを呼び戻し、カーディフでの公式戦での出場は、チャンピオンシップ9試合を含めトータル12試合で終わった。ユナイテッドから戻って3日後の1月28日、シーズン終了までローンでの移籍が決定した。 2011年8月23日、2012年1月2日までの契約でバーンズリーへのローン移籍が決定し、かつて在籍したカーディフ戦でバーンズリーでの初ゴールを挙げた。2012年1月20日、ドリンクウォーターは完全移籍でレスターシティへの加入が決定した。2013から2014シーズンは12月の月間最優秀選手に選ばれ、 チャンピオンシップのシーズン最優秀選手の候補である3人の中の1人に選ばれた。これまでのキャリアの中で最高のシーズンを過ごしたドリンクウォーターはリーグ戦で7ゴールを記録しチームメイトのカスパーシュマイケル、ウェズモーガンと共にピーフ年間ベスト11に選出されレスターはチャンピオンシップで優勝しプレミアリーグへの昇格が決定した。2014年6月17日には 北シーズと新たな4年間の契約を結んだ。2015、16シーズンはコンスタントに良いプレーを見せ、ジェイミー・バーディ、岡崎真ら・シンジラとレスターのプレミアリーグ初優勝に貢献。2016年1月23日のストーク戦でプレミアリーグ初ゴールを記録。2016年8月レスターとの契約を2021年まで延長した。2017年9月1日。 5年契約の完全遺跡でチェルシー FC に加入した。レスターで同僚であったエンゴロ・カンテとはここでも同僚になる。しかしアントニオ・コンテ監督に徴用されず、翌シーズンのマウリツィオリーの下では全く起用されなかった。2020から21シーズンは受け入れ先が見つからず、保有元のチェルシーに席を置いたが、フランク・ランパード監督の構想外となった上、 在籍時背負っていた背番号6は、新加入のチアゴシウバに奪われただけでなく背番号すら、与えられず、U-23 チームでプレーした。2020年12月14日のトッテナムホットスパー FCU-23 戦では、アルフィーディバインに両足タックルを受けた、ドリンクウォーターはこれに大激怒。ボールを奪って、ドリブルを開始したディバインに対し、後ろから蹴る無攻を行い、 一連のプレーをめぐって、両チームはもみ合いになったが、最終的には互いにタックルを繰り出した、ディバイン、ドリンクウォーターともにレッドカードで一発退場の判定額だった。2019年8月8日、バーンディー FC にレンタル遺跡で加入。しかし、後日のピッチ外のトラブルなどもあり、2020年1月3日にチェルシーに返却された。二千二十年一月七日、 アストンビラ FC への2019から20、シーズン終了までのローン遺跡が決定。しかし、ここでも、ホタと練習中に喧嘩するなどトラブルを起こし、チームから追放されるなど、何一つ貢献せずに、チェルシーに返還された。2021年1月18日、トルコのカスムパシャ SK に、レンタル遺跡で加入。なお今回のトルコ行きが、 ドリンクウォーターのキャリア初の国外挑戦となる。2007年11月20日に行われたガーナ代表戦で U-18 イングランド代表に招集され、2から0で勝利したその試合においてチームの2ゴール目を記録した。2008年から2009年にかけて多くの U-19 イングランド代表の試合に出場しているが、初キャップは2008年10月8日に行われた。 アルバニア代表戦であり、最後の出場となったのは2009年8月2日に行われたウクライナ代表戦である。2016年3月17日にイングランド代表に初招集され、ドイツ戦ではマン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。ユーロに臨む代表候補26人に名を連ねたが、最終的には大会メンバーから落選した。ありがとうございます。